はい、おはようございます。おはようございます。後ろなんですけども、バタバタしましてね、朝ね、もう打ち始めちゃってるんですけども、もうあのカメラのセットが終わる前にですね、洗っちゃいまして、それもですよ、ジャクシェリーからの赤北斗というね、設定差のあるボーナスを早速引っ張っていきますね。もう投資1本ですよ。で今はあの決着がつくところなんですけども、まあ、何も引かなかったんでこれ多分当たんないと思うんですけど、まあ、とりあえず角チェリーから赤北斗が揃ったという点をもってして、これしばらくちょっと腰を据えなきゃいけないんじゃないかなっていう風にはなってます。はい、まあ、ここからちょっと順繰り様子見と。ちなみに入場順が57番だったんですけども、番長がもうすでに満タグで、北斗も今現在今10時10分ですけども満タグという感じになってますんで、まあ、しばらくはこれちょっと様子見ないとしょうがないかなというような状況です。で今ボーナス直後の中段チェリーだったんで、ちょっとどうなのと。はい、ちなみにボーナス後なんで当然のようにその天国スタートの期待が持てる状況ではあるんですよ。ただそこ設定差があって15% から 30%、 まあ5設定ほど天国モードから再スタートしやすいと考えれば、この中段チェリーはぜひ当たってもらいたいところと。間違った、ダメだよこれ。天国モードからはスタートしてなかったということですね。リプレイより先に中段チェリー引いてるんでね。当たりましたね。当たったんだね。時がいた。やりましたね。2000円なんだ、これいい感じよ。シローラ、もういい加減分かりましたけどね、これ北斗っていう台は連チャンで出せるのは1000枚まで、連チャンで出せるのは1000枚まで、そっから頑張ろうと思ったら何やかんやっぱ上乗せないとね、どうもなんないぞってことがね、もうまあ
とみんな分かると思いますけど、やってるうちに今は30、30のニュースで80ゲーム抜けてますけど、どっかでね、でもある程度まとまったゲーム数を持っちゃわないと、なかなかその上にスコーンっていう感じには突き抜けるような感じにはならないんでね。誰が出てくる？強いね今日。走行してるうちにちょっとボーナスなりね、何なりしたいわけですよ。オーラ白だったしね、継続率はまあ高く出るんで。よし、あれどうした、いい感じで継続してますけど、ではじゃあどうすればいい継続率にいくのかというはずなんですけど、ではレアな前兆パターンが選ばれたときに後継続が選ばれやすいと。でただレアな前兆パターンって実はそうそう選ばれないんで、逆にじゃあ通常の前兆パターンで後継続率っていうのをどうにか引っ張っておかないといけないんですよね。まあどっから後継続率っていうのかよくわかんないんだけど、あの基本通常の前兆パターンから発動った場合ってもう7割方 50% 継続なんですよね。逆に言うとそこで薄いとこを引いて高継続率を引っ張ってくると、7割方 50% 継続ってことは、ほんと何回も何回も初当たり引いて、でそのうち何個かがまあだから高継続率 でそこでまあ一頑張りしてっていうのがね、もう基本になってくるわけですよ。でまあ一発目今、まあ、白オーラだったんでどうなのってところなんですけど、まあ5連でしょ。 50% 継続じゃなかなか簡単ないので難しい連チャン回数ではありますよね。演出が出たわけでもないんだよね。これは厳しいよね、確かにね、うん、いやまあ上出来だ、うん、いやまあ本来はこのモード移行率天国サードの割合っていうかね、まあここで天国サードっぽい挙動を確認できればなおいいんですけど、ジャックス手前ジャックス以下一発でちょっとしんどいね。通常定額だったらな 75% で当たんないって考えると4分の1ってなんか 25% って言われると当たりそうな気もするけど、逆かは当たんない方考えると実はハードル高いよね。ランプムーズンでおそらくね、まあ定格まっしぐらだったと思うんですよ。っていうところであのジャックス以下から
こんなジャンプアップ的なことなんてまあないと思うんだ。これ多分純粋にこの集団チェリーの4分の1を積もったんじゃないかと思われますね。ラッキーパンチ、ラッキーパンチ。よし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 、いいよ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。ありました、ありがとうございます。おっ、そしてチャイド 29%、30% ぐらい。黄色だったら 50% 超えるんでね、暑いんですけどね。まあ青 30% ないぐらいなんでね。さらにさらに、やりました。そして100、ただこっからなのよ。ざっくり言っちゃうとね、斜めプレーが揃うまでに、下段にプレーが揃うために 25% で包丁でするんですよね。だからもう下段にプレー引きまくれと。おっしこれね、生涯2回目やりました、やりました、やりました。まだ安心すんなよ、安心すんなよ、こっからだぞ。よし、さあ頑張れ。弱すぎない？100の方からマイマイ、
早く、あ、じゃあ激闘リプレイだ。これね、これ65,000分の1。ちなみにさっきのひななのあのレインボーカットイン、あれ4万1000分の1。すげえの引いた。ちなみにね、あれ ART2 だとどういう扱いなんだろう。通常時だと、まあ、ボーナスだって後継族の ART が選ばれやすいんですよ。もう初当たりを乗せんのか。まあいいや、最高最高。ちょっとランブがだいぶパスだったけど、もう全然行ってこいてたね、もうね。ということになるのであれば、ちょっとカーボン上乗せ10円って。いやー、今日ちょっと番長打つつもりで来たんですけど、出てるよ。まだ開店から2時間ですけども、設置20台に対してドル箱20箱。河野さん、ちょっと西の横綱っぷりがちょっと出てんじゃないの今日。枚数にするだろう、今1500枚ぐらいかな。でまだ300ゲーム残ってるから、まあ、2000枚は軽く超えてくると思うんですけど、まあ、軽く超えてくるんですけど、そのぐらいまではまあようある話なんだ。そっから先だよね。あの剣王ラムの上乗せがちょっとしょっぱかったのと、あのターボで10しか抜けられなかったの、あそこでもう一頑張りできてれば、なんだったら決着するかもしれないよね。でちなみにね、この台良くないのよ、あんまり。この自体は。レアギもちょっと、引けてないし。レアギが弱い。てか、強く引けない。おっ。押し順の子役さん引ければ。よし、大丈夫でしょ。よし、お、いいぞいいぞ。いやー、上乗せが強い。出してみてはだけど、やっぱり上乗せだよね。めんちゃいじゃないんだよ、この台は。激闘リプレイっていうのがどういう処理になってんだろうね。まあ、通常時であれば ART の初当たりがついてくるんですよ、ボーナスに。まあ言ったらもう北斗ゾロイと似たような位置づけになってるんですけど、あれを ART 中に見たらどうなるんだろうね。北斗ゾロイと同じ処理が行われるのであれば、ART 終わった後に引き戻すはずなんですよ。おっ、オーラがでかい。と豪勝派が出る可能性が下がると、つまりは継続の期待が高まると。でラオアップだからケンシロウが登場する可能性が高いと。豪勝派は来ないはず。ね、大丈夫でしょう。
あの激闘リプレイがどういう扱いになるのか。初当たりの上乗せやってないんだあれ。おっと前兆ちょいいただきました。前兆ちょいいただきました。でっけえんか。あおら集団チェリーの4分の1が、まあ、いかに大事かって話か、ね、そういう設定差の影響を受けないところを引くのもうやっぱり大事と。パキストック戻った。さては 50% じゃないね。わかんないけど。バトル中の中断チェリー、まあ 25% で時ストック。さっきの中断チェリーで時ストック。揃えば時ストック揃うんだろこれ。ほらもっとまあいいよ、まあいいよ。おー行ったよし、行ってたのか。あれ、てかラストゲームってそういうことになるの？なるんだね。知らないって強いね、やっぱりね。よし。まあ、てかまあこれ拾ったようなもんだ、拾ったようなもんだ。普通に継続バトル中もやってますね、ケオンラムの抽選はね。まあだからまあどうせ入るなら ART 中にいた方がまあゲームズなら抽選がやるあるんで得っちゃ得なんですけど、ケオンラム行かなかった場合にまあ時ストックが一応ついてくるよっていう。だからもう KO ランプ行かないとだいぶがっかりだったってことだね。この絵面はちょっと、この絵面はちょっといいんじゃないのこれ。
しのいでもいいんじゃないの。現状ジャクシェリーからの赤赤黒が1回あったってとこ以外は、まあ、得点ボーナスが1回あったってとこ以外はちょっとねっていう感じなんでね。ヒョーベル今日初、ああまあもうその前何も引いてなかったんで、おそらく定格からこれで鋳造に上がったと。いう感じですんでね。はい、ということで、もう一波なんだよね。という感じでいければ最高だったんですけども、まあまああの、まあ、一番気持ちいいところでやめられるんじゃないかという判断で、まあ、ここで店の今終了しようと思います。あの、まあ、初めに言ったら3回しかいけないんですけども、まあ、要はこういう展開になれば出るということが分かりましたので、そういった意味では、ね、非常にこう充実した時間を過ごしたんじゃないかと思います。そうだな、まあ、周り見てる感じで、僕の隣なんか特にそうですけども、まあ、明らかにこれあるだろうというぐらい、まあ、本当にこのコーナーね、かなり見受けられるんで、まあ、本当にまあ今日来てよかったんじゃないかなと思いますね。まあ、番長、最初の時は出会ったんですけども、まあ、結果オーライというところで、まあ、本当、最近あんまりよく打ってるんですけど、あんま無駄的に生まれる機会がなくてですね。まあ、そういった意味でも今日はいい人生だったと思います。また会いましょう。さよなら。